皆様こんにちは。参議院議員の高貝久美子です。急に寒くなってまいりましたが、皆様体調お変わりございませんでしょうか。高貝久美子はおかげさまで元気に仕事をさせていただいております。さて、現内閣発足から一月が経過しました。首相の所信表明はあったんですけれども、実は未だに各閣僚の所信表明さえない、こんなような状況が続いておりまして、さっぱり中身が明確にならない、方針が示されない、こういう状況であります。とはいえ、私看護職の一人、命のそばにいるものの一人でございます。地に足をつけたしっかりとした仕事を進めていく、皆様と共に意見を聞きながら、この基本姿勢を忘れることなく日々の活動を続けてまいりたい、そんな気持ちでおります。9月には、いくつかの地域にもお邪魔させていただきました。山形、宮城、愛知、三重、岐阜、そして新潟、大阪と勉強の機会を頂戴し、また各地で行われている選挙戦などにも応援に行かせていただいております。各地で元気に活動する皆様と触れ合うたびに、また国会見学などでこちらにおいでいただく皆様と触れ合うたびに勇気をいただいている状況です。最近の活動はどんなことがあるかと申しますと、もう秋になってまいりましたので、さまざまな学術集会の機会も多くなってまいりました。先日は聖路加大学にお邪魔をさせていただきまして、看護の高度な実践、これからの可能性といったようなことを議論させていただきました。また、東日本の震災関係では、今集団移転のことが非常に大きな問題となっております。一家が離散しない、親戚が遠くに行かない、コミュニティが壊れない、そういう状況で絆が保たれた新しい生活再建の道筋が見つかるように、地元の自治体の皆様とも意見交換させていただきながら仕事をさせていただいております。またかねて取り組んでおります食品安全支援の問題なんですけれども、事件が起こるとよくニュースになって、しばらくするとどうなったかがわからない、こんなようなことが食品関係ではしばしば起こります。海外からの輸入食材に残留農薬が規定値を超えてありましたとか、皆様もご記憶にあるんじゃないでしょうか。こういったところの最近の動向などについても規制官庁と、意見を交換し、そして食品業者の皆様と、共に情報収集したり、この情報共有をして安全に美味しいものを召し上がっていただく環境整備、しっかりと進めてまいりたいと思って取り組みを進めております。でまた、ようやくですね、一月遅れで平成24年度の予算概算要求というのが止まってまいりました。臨時国会が召集されましたら、こういった中身の議論が始まってくると思いますけれども、厚生労働省の予算概算要求の額は29兆5千億といったようなことで、前年比プラス 4% ということでした。年金の問題がありますので、事業費全体は削減の方向なんですけれども、中でも看護の問題は地域医療非常に重要だということで、削減幅が小さくなっています。離職の防止、再就職の促進、そして質の向上、こういったところへの新しい新規事業などもついていたり、あるいは従来から行われている看護職員の就労環境の改善、このための事業に関する予算が拡充されていますので、また詳細委員会などで審議に臨んでいきたいと思っています。それから大きな流れがまた起こっております。日本学術会議健康生活科学委員会というところから、高度実践看護師制度の確立に向けてという提言が示されています。日本がこれから向かう人口減少の少子高齢社会、
こういう中で看護師が、看護職がどのような実践力を発揮していくか、私たちに共通の課題でありますので、学会の動向なども参考にさせていただきながら共に行動をしてまいりたいと思っています。これから雪が降る季節になってまいります。どうぞ皆様お風邪など召しませんように、これからも共に元気で行動してまいりましょう。今日はありがとうございました。